兵庫県高野連は会見を開き、第103回全国高校野球選手権の兵庫大会、夏の甲子園県大会を来月3日から29日までの期間で開催すると発表しました。去年の県大会は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となっていて、開催されるのは2年ぶりとなります。もうできる範囲の中で、許された範囲の中で、最後まで大会を完結させたい。もうその一言です。今年の大会には158校が参加するものの、開会式はシード校16校のキャプテンと開幕試合に出場する2校に限定されているほか、一般客の球場への入場も制限される予定です。またブラスバンドによる応援も禁じられています。